様こんにちは。9月8日火曜日、レイバーデー明けのニューヨークでございます。なんとこちら久々、今チェルシーあたりに来ております。6番街の23丁目、このエリアに来るのは本当にもう半年ぶり、コロナ以降ですからね。コロナになってから私ミッドタウンとブルックリンしか移動したことがありません。今日はねちょっと仕事が早く終わったので、久々にあのチェルシーのあたりを来てみました。なんかね、先月ぐらいの噂ではホームレスがこのチェルシーのあたり、たくさん出現したって聞いたんですけど、いないですね。まあいいことというか、多分というか、ホームレスのシェルターもクローズしてたんですね。なのでホームレスがストリートにあふれかえってたらしいんですけど、今はシェルターもオープンしたそうなので、噂のあのこの辺り、ホームレスさんがテントを張っていたっていうところなんですけど、全くストリートにはホームレスさんいらっしゃいません。はい、私いつも通りにこの21丁目にあるトレーダージョーズでお買い物をしてみようと思うんですね。はい、本当久しぶりですよ。まあちょっとねこちらなんですけれどもね、はい、トレーダージョーズです。はい、あのテーブルが置いてあってね、みんなこれなんですけど、あれちょっとなんかあの買い物のバッグ持ってこなかったんですけれども、じゃあ列もなさそうなので行ってきます。あ、列もなく入れました。あ、付近がないわ。じゃあお買い物行ってきます。久々のトレジョでございます。あのチェルシーのね、いつもね後ろのところでね試食のコーナーあったんですけど、お花で埋め尽くされてました。はい、あ、ここにねデザートのねコーナーあったんですけど、これもなくなっちゃってますね。おお、あ、でも相変わらずロングラインです。ちょっと女性ホルモンアップのためにお花も買っていっちゃおうかと思います。やっぱピンクよね。これにしよっかな、ピンクで女性ホルモンあげあげよう。はい、どうですよ。もうあのサーモンも買って、アボカドも買って、アーモンドも買いました。そしてお花ね、めっちゃ人気数やん。頑張っていこう。それではめっちゃ人が混んできたので、もうこの辺りでチェックアウトします。バイバイ。あのなんか皆さん全然ソーシャルディスタンスというか、あんまりもうぐちゃぐちゃよね。なんかこのスタンドヒアのこのマークね、ほぼみんな無視というか、まあ、カートがあるからね、ああやってね途中で抜けて迷惑かけちゃう人もいるけど。お買い物終了です。まだぶつくさ言ってますけれども、ほらこちらこの通りバックフィーが20セントチャージされてる。2袋使ってしまったので1袋10セントです。マイバックチャージされてね、持ってくればよかったよマイバック。まあしょうがない。